セックス以前のことができてなくて、うん、セックスまで至れてないっていう可能性があります。理解してくれた相手のことをすごく信頼できるようになるから、あ、私に興味があるんじゃなくて、私はセックスしたいからこういうふうに過ごしてるんだなって。こんにちは、夏山です。竹本です。前回はどこからがセックスかっていう動画を撮りました。結論としましては、女性にとってのセックスはデートから始まっていて、家庭が大切になるということになりますが、例えば付き合ってからしばらく経つのに彼女とまだセックスができていないっていう方であったり、うん、まあ、あとは毎回パートナーとセックスができると思っていたのに、デートとかね、うん、してるのにね、うん、あとは最近レスられている方、うん、1回ぐらい減るもんじゃないんだからさせてよみたいな、そういう旦那さんね、うん、思っている方は、もしかしたらそのデートからのこと、まあ、セックス以前のことができてなくて、うん、セックスまで至れてないっていう可能性があります。なので今回はどうすればいいのかっていうことを話していきます。はい、まずデート前なんですけど、うんうん、デートを何するのかっていうのは必ずあらかじめ決めておく、うん、これやっぱり大切だと思うけど、うん、というのも女性ってぐだるのがすごい嫌いなんですね。嫌だ。デートのエスコートができる男性、うん、もうスムーズに、うん、何も決めなくてもパッパッパッパみたいなんで、女性がなんか気にすることなく、うん、エスコートできる方は大丈夫だと思うけど、基本的にはやっぱり決めといた方がいいよね、うん、そう、苦手な人ほどちゃんと決めといた方がいいよ。サプライズとかいらないよね。いらない、いらない。いきなり高級レストラン連れて行くとか、そう、あのね逆に本当迷惑っていうか、うん、男性はね、よかれと思って今日このレストラン予約してたんだみたいな感じで当日いきなり行ってこられたとしても、うん、いや、そこ行くんだったらもっとそれにふさわしい格好してきたしっていう風に、うん、結構ね、思う女性の方が多いと思うよ、うん、そうやな、うん、いきなり山行くぞとか、そう、山みたいな、いや、スカートとヒールなんですけどって言って、うん、結構ね、本当にそれで山連れてかれて、そう高尾山をスカートとハイヒールで登ったっていう人とかね、結構いるんだよね、うん、そうなんや、うん、まあ、相手のことが好きだからそれやったけどっていう後日談で、ひどいやつだったみたいなね、うんうん、感じで、そうな、そう、事前準備が女性はやっぱね必要だからね、あるしね、うんうん、決め方のポイントとして、まあ、意識してやった方がいいかなと思うのは、選択肢提示すること、うん、例えばご飯何食べるとか決めるときとかに、うん、まあ、ご飯何食べるって聞いて、うん、まあ、例えばイタリアンが好きみたいな感じで言われたら、うん、イタリアンの中でもやっぱりランクがあるっていうかさ、うん、高いのとか、ね、うん、リーズナブルのとかあるから、うん、まあ、3つぐらい、うん、ここどうみたいな感じで候補をピックアップして送って選んでもらう、うん、まあ、それが一番なんかね、女性も楽しんでもらえるかなって、うん、選ぶ楽しさ、うんうん、すごいスマートだなって思う、そういうのやってもらえたら、うん、うん、そうやな、うんうん、で、まあ、その次にいざ会うってなって、まあ、待ち合わせの時、うん、ちょっとこれは基本的なことになるんですけど、かっこいい格好で行く、うん、清潔感あって、うん、髪の毛ボサボサとか、うん、まあ、ひげ生えっぱなしとか、うん、爪切ってないとか、うん、まあ、そういったところはまず基本的にないようにする、うんうん、やっぱり横でね、一緒に並んで歩きたいって思う格好で来てほしいよね、うん、その身だしなみ整えるか整えてないかで、あ、デート楽しみにして来てくれたんだなっていうのも分かるし、うん、あと気をつけた方がいいことがあって、うん、ちゃんと相手のことに気づいて褒めるっていうの、うん、男性自分をこうかっこよくしようってなった時に、うん、見てみたいな、うん、この服いいでしょみたいな感じになりがちやと思うんやけど、うんうん、女性もっとこうお化粧をこうして、うん、服ちゃんとね、何時間か、まあ、何時間か考えるか分からんけど、うんうん、ちゃんと考えてみたいな感じやから、うん、ちゃんとまあネイルとか、うん、髪型とか、うん、ちゃんと気づいて、でそれを褒めるっていうこと、うん、絶対した方がいいよね。いい、した方がいいよ、うん、男性が思ってるもう何十倍も多分ね、いろんな細部を気にして可愛くしてきたりしてる人は多いから、うんうん、
そういうのを褒めてもらえるとテンション上がるよね、うん、今度デート中やねんけど話を聞くっていうのは絶対した方がよくて、うん、これ俺9:1ぐらい、うんうんうん、話をするのが女性9、うん、男性1、うん、ぐらいがもうちょうどいいんちゃうかなって思うんやけど、うん、そのぐらいの意識で全然いいと思う。あ、ほんま、うん、女性はやっぱり話を聞いてもらえると、うん、あ、自分に関心を持ってもらえてるんだなっていうふうに思えるし、あとうんうんってちゃんと相槌とかね打って聞いてくれると自分のことを理解してくれたんだっていう風に思えて、理解してくれた相手のことをすごく信頼できるようになるから、話を聞くっていうのはすごい大事、うんうん、だけどあの下手な人はね、話を聞くのがインタビューみたいに聞いちゃったりとか、うん、人の話に興味を持たずに会話を持たせるために相手の話を聞いてるような雰囲気になっちゃったりとか、うん、あとは女性話するの好きなんでしょ、さあ話して聞くよみたいな感じの人もいるの、うんうん、それだとはいっていう感じになっちゃう、うんうんうん、それ私のこと知りたいんじゃなくて、女性のこと知ってる俺すごいでしょみたいな感じに見えちゃうから、それとはちょっと違うかな、うん、興味を持って聞くっていうことよな、うん、そうそうそう、話を膨らませるとか、そう、まあ膨らませようとわざわざ考えなくてよくて、うん、相手が話してる話を本当に興味を持って聞いてたら、うん、これどうなのかなとか、相手が楽しそうにしてたら、あ、これ楽しかったんだねっていう風に相槌をしてあげるとかっていうのがすごく女性は嬉しくなる、うん、なるほど、うん、まあ、あとデート中にすること、うん、性的じゃないスキンシップ、うん、まあ、これはね前回の動画でも話してる内容なんやけど、うん、まあ、例えば単純やけど手を握るとか、うん、上りのエスカレーターがあった時とかに、うん、まあ、ちょっとこう肩をこうそっとして誘導するとか、うんうん、まあ、そのくらいの性的じゃないスキンシップはした方がいいと思う、うんうん、カフェでねアルバムとかさ見ている時とか携帯で、うん、YouTube 見たりとかする時にこう、あ、どれどれみたいな感じでするやつ理想のデートなそれ。そう、なんかそういうのがやっぱドキッとするんで、ね、確かにね、楽しそうやしね、うん、それそうそうそう、ね、同じ時間共有できててね、うん、うん、いいと思う。 なんかそういうのをねイチャイチャしてるっていう感じに思えるんでね、うん、なるほど。エロを感じさせるスキンシップっていうのはダメなの、うん、エロを感じてしまうと、あ、この人はこのあとセックスに持ち込もうとしているなとか、それを感じてしまうと、あ、私に興味があるんじゃなくて私はセックスしたいからこういう風に過ごしてるんだなっていう風に思っちゃって、そうなるとセックスしたくなくなっちゃうんだよね、うん、触れたい触れたいみたいな気持ちを込めながらこう触ったりするとそれ伝わるから、うん、そういうのじゃないやつ、ちょっと気持ち悪ってなっちゃうのね。そう、そういう気持ちもあったらね、うんうん、これを理論的に説明すると、今回お話ししたようなデートプランをあらかじめ決めるであったり、気づいたことを褒めるとか、また話を聞くとか、そういった行動って全て幸せホルモンと呼ばれるオキシトシンを分泌させる行動になります。このオキシトシンがすごく重要で、このホルモンは女性の性欲を左右するホルモンになります。なのでこのオキシトシンが分泌されてないと女性は性欲が湧いていないっていう状態になってます。オキシトシンって本当に重要で、オキシトシンを発生させてくれない異性からは女性は離れようとする性質があるから、そもそ もうセックスどころの話じゃなくなっちゃうかもしれないでね、うん、だからオキシトシンっていうのはね、うん、すっごい重要っていうのを絶対覚えてた方がいい、うん、そうやな。オキシトシンが分泌されてない状態でこうセックスをしようとしても、うん、女性からするとえって感じやし、うん、そもそもねその状態って性欲湧いてなくて、うん、興奮がしにくい状態やからな、うん、ということでいかがだったでしょうか。今回話した内容を意識してぜひ実践してみてください。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。